はい、こんばんは。今日2013年7月高1の進研模試、これ生徒に質問された問題です。じゃあやってみますね。これは問題です。第3問。3つの一次不等式。1番が3分の 2x プラス1大なり x 引く2と。で、2番が7括弧 x プラス1引く1大なり x プラス3括弧 a 引く1と。で、丸3、2ax 大なり a 2乗があると。ただし a は0ではない定数とすると。で、括弧1。不等式1を解けと。または不等式2を解けと。で、括弧2。3つの不等式1、2、3を同時に満たす整数 x の値がマイナス2、マイナス1の2個のみとなるような a の値の範囲を求めなさいと。はい、じゃあちょっとベーシックにやってみましょう。ちょっとペンで書いたか見えるかな、どうするかな。1番、まあ、各1番。丸1はこうだから、両辺に 3倍して、両辺をですね。で、こうなって、x を左辺、x 以外を右辺に持ってくると、ここまでいきますね。で、最後、マイナス1では、つまりマイナスで割るので、代償関係逆になります。じゃあ、マイナス1で割って、x が7より小さいと、が回答です。で、丸2番。7括弧 x プラス1引く1大なり、x プラス3括弧 a 引く1。で、計算していくと、展開して計算して、x を左辺、x 以外を右辺に持ってきましょう。そしたら、ここで 6で、両辺6で割って、こうですね。つまり、プラスの6だから代償関係変わらないです。で、あとはこの右辺を約分してください。x は2分の、ちょっと待って、これ間違えました。2分の a 引く3より大きいと。が、丸2の回答です。よしよし。で、次。3番がこれか。じゃあ、いきますね。3より、じゃあ、こうですね。で、ここでね、いきなり a で割らないでくださいね。もともと問題に a は0じゃないって書いてると。ということは、2つに場合分け。つまり、a が正の場合と負の場合で今から場合分けしましょう。つまり、今から両辺 a で、まあ、a というか 2a で割るんですけども、a が正か負によって代償関係変わりますよね。例えばこれだったら 2a で割ると、つまり、まあ、2a つまり a で割ると a が正ならこれ代償関係変わらないですけども、 a がマイナスだったらマイナスの時に a で割ったら代償関係これひっくり返りますよね。いいですか。じゃあ a が正の場合は普通に割ってください。両辺を a で割ってこうですね。で、2で割ってこうと。じゃあもし a が負の場合だったら a で今から割るんですけど、これがひっくり返ります。じゃあ、こうなって、ここまでですね。じゃあ、これとこれを使いますよ。じゃあ、ふと二通り場合分けできて、まず、括弧1の時に、丸1、丸2で、丸3がこうですね。じゃあ、重なりここですよね。ただし、これで少なくとも2分の a は、この a が正なんだから、0がですよ。まあ、ここに来るか、ここに来るか分かんないですよ。わかんないですけども、この赤の、斜線の部分よりは左側に来ますよね、0は。だから、a がなんぼか、まあ、a はプラスなんですけども、3より大きいか、ちっちゃいかによってちょっと変わりますけども、0が少なくとも2分の a より左側に来てると。a が、あ、0がですね。だから、少なくともじゃあ 2分の a は0より大きいとなるので、上の数直線から第二不適、つまり、この中にマイナス1、マイナス1とマイナス2かだけが整数よと。マイナス1とマイナス2だけが整数。っていうのは作れないですね。でしょ？だって7の横に6とか5とかあるんだから、ただマイナス1とマイナス2っていうのは作れないですもんね。だからこれ、第1から、問題からもその問題の意味からは不適ですよと。はい、じゃあ次。カッコ2の方は、じゃあ実は合うんですけども、じゃあカッコ2の方は、丸1でこうですね。で、丸2がでこう。で、丸3はこうでしたね。2分の a よりちっちゃいと。じゃあ、上の数直線から何が言えるかっていうと、まず a が負だから、まず0はこっちにありますよね。で、さらに間に、この赤の斜線のところに、マイナス1とマイナス2が含まれていればいいです。拡大しようかな。拡大しないとわからないかな。2分の a と、2分の a-3 の間にこの 赤の斜線入れてますので、この間にマイナス1とマイナス2があって、さ、2分の a-3 の左側にマイナス3があればですね。で、2分の a の右側に0。これだったら台に沿ってますね。問題の意味に。じゃあ、上記数直線より、できますよ。こう書いた意味は、2分の a-3 がマイナス3の真上にあっても、これがマイナス3の真上にあっても、これは白丸なので成り立ちますね。マイナス3を入れずに済むから。じゃあ、これがここで OK です。
だからイコールついてる理由そうですね。ただし、マイナス2の、これがマイナス2の上に来たらまずいですね。マイナス2、だからこれは白丸なんだから、マイナス2は含まなくていいようになるから、マイナス1だけが整数になります。だから、これイコールは入れないですね。で、これがまあ4番。で、5番の方は2分の a がマイナス1と0に挟まれるんですけども、本来、これはぜ、これイコール本当はしたいんですね。なんでかというと、これ2分の a がこの a、0の真上に来ても、0を含まずに済むので、後ろ丸だから。ただし、もともとが a は0じゃないので、だからこれイコールは入れなくていいです。いいですか？これ本当はイコール入れたいんですけども、a は0じゃないっていう条件なので、まあ0じゃないです。さらにまあ a は0よりちっちゃいっていう条件なので、イコールは入れない。じゃあ、4番と5番両方満たす a を求めてください。じゃあ、4番より、こうかな。で、これで4ダッシュ。5番より、こうと。で、5ダッシュ。で、それの重なりっていうことで回答は、a はマイナス2大なり、a、小なりマイナス1と。っていうふうにですね、してください。はい。じゃあ、以上です。